先ほどお話の社長のお話の中でも3世代がこう集えるということで、はい、こう家族がみんなでここでいろいろみんながこうお父さんが発表してお母さんが発表してなんて、はい、お孫さんが発表してなんていうのもあるかもしれないですよね、はい、先ほど申し上げましたようにいろんな種類のですね、ダンスをこれご用意いたしております。これはまあ今3歳からですね、今入っている入会なさっている方で一番上の方が74歳の方ですけど、これはもう上限がございませんので、もっともっと上の方がこれからお入りになるかと思います。で、自分に合ったですねダンスを お楽しみいただいて、そして発表会にですね3世代で来ていただいて、それぞれの発表を見てですね、そしてまあ楽しんで、で会話も盛り上がってですね、で一家中がまたこう素晴らしい雰囲気になっていくというですね、そういうものを作りたい。まあ今サッカーやなんかも子供がやってるとお母さんお父さんが言っててのことありますけれども、それと同じようにですね劇場版でそういうことを実現できればと。そしてそのサポート役をですね東急スポーツオアシスザステージが、達成することができればと願っております。考えましたね社長。はい、考えました。はい、普段は考えてませんけどいや、やっぱりその先のコミュニケーション能力もそうですけども、お父さんお母さんと子供が最初はまあ仲が良くても、徐々にこう思春期を迎えてくるですね、こうお父さん嫌いだ臭いだいろいろ言ったりとかですね、なかなかこう皆さんももしかしたら心当たりがあるかもしれないんですけども、結構ぐさってくるようなことを言われたりすると、ところがそのダンスっていうところを応援するお父さんお母さんだったりとか子供を応援してもらう側だってっていうのはすごくコミュニケーションが高いんですよね。でやっぱりいい家庭がどんどんと育まれていくということで、一石二鳥どころか三鳥四鳥と続くんじゃないかなという、そういうやっぱダンスは素晴らしい、ね、効果があるんですよ。そこに目をつけた社長さすがですね。恐れ入ります。ということなんですか。もともとこのダンス界って今まで企業からですねなかなか相手にされてなかったんです。そうですね、僕も9年前から会社立ち上げてますけど、僕がもともと会社を起こすきっかけとなったのが、自分たちが行きたいダンスの世界がなかったんですよ。で本当は僕ダンスもう誰かにプロデュースされてダンススターになる予定だったんですけど、上京してきた時は、はい、ところが誰もプロデュースをするような人もいなければ、そういう環境もなかったので、これ作るしかないなと思って、まあ、在学中に会社を起こしたんですね。でそのままの勢いで突っ走ってきたんですけど、ようやくですねこういう教育に入るっていうことで、皆さんが初めてこうあっちを向いてた人たちがいきなり何教育っていうことでこっちを向いてくるわけですよ。そうするとようやく、ね、やった時代がやっと落ち着いたと、実はダンスはこうなんですよとバーって語ってるとこういうところができちゃったんですよね。いや素晴らしいですよ本当に。もう僕らとしてはすごく嬉しいですね、うん、まだまだやはりこうダンスに対してどうやってこう取っかかっていこうかななんて思ってる方ともいると思うんですが、どうなんでしょう、ダンスの魅力って。まず人間がもともと本来持ってるもので踊りっていうのは絶対に備わってるんですね。音が鳴ると絶対にリズムはやっぱ取るもんなんですよ、うん、こうドンツクドンツクとかかっててもみんなも こんなになってるとどっちかというと違和感が逆にあるというか。ありますね、はい、やっぱりなんとなく乗るじゃないですか。で僕がちょうど経験してない、いわゆるマハラジャ世代といいますか、昔こう謳歌してたバブル時代の方たちは自然とダンスを踊ってたんですよね。アフターファイブはみんなでクラブに行ってダンスを踊ってお酒飲んでみんなで楽しく行って帰って次の日をリフレッシュと。だから僕は景気は回ったと思うんですよ。ところが最近の日本はそういう点で元気がない。で僕はダンスっていうところはやっぱり人間の本来持ってる力を引き出すと思ってるんで、そういうパワーを出してですねみんなでこう活性化になってこの景気をね乗り越えていければいいなと思うんですけど、はい、ダンスでどんどんと日本が活性化していって元気になっていけばいいですよね。なんかダンスの話ですと徐々に熱くなってきたんですよ僕ですあまりの皆さんが冷静になってるんで、いや多分遊んでると思うんですよ僕、はい、今カメラやってますけど、いや俺は遊んでたよっていう人もいると思うんです実際、ただ僕は残念ながらそこまで生きてなかったんで、それを新しい形でねクリーンというクリーンな形で今回ダンスっていうのをこういうふうに表に出てきたので、これを押し上げるようにちょっと頑張りたいなと思いますね。本当に熱く語っていただきました。社長何か言い残したことありませんか。いやいや神田さんおっしゃる通りでありまして、まあ世の中というのがだんだん変わってきてるなと。そうですね。で企業というのはその流れを見て、そしてその需要に応えるものを提供していく、まあ、これが自分の創造であって企業の役割だと思うんですね。
で私どももその企業の役割は今まさに何なのかということを、まあ、1年半にわたって学者を入れてですね、けんけんがくがくとやって、そして今一番必要とされるのはこのザ・ステージ、このようなものなんだということに行き当たった、まあ、それがダンスであったわけですね。そしてまた発表会で、これを調べていくとなかなかお金のかかるもんだったということがよく分かってきたわけですね。でそうであればそれをもっとお安くして、そして家族全員が行きたい人はみんなが来れるような、そういう環境を生み出すことが我々東急スポーツオアシスの使命であろうということで、これをまあ思い切って始めたと、うん、そしてまあこれは必ず成功すると思いますので、どんどんですね、先ほどご説明しましたように展開をしていきたいというふうに思っております。あのマーケットっていうのがやはりできるにはですね、ある特定の団体もしくはそういった文化を作っている、ところが、まあ、あの企業のサポートを受けて初めて、双方が成り立つんですね。やはりこうすごいコアなマーケットってたくさんあると思うんですけども、コアなマーケットはコアなマーケットしかなくて、そこに対してある企業の方だったりとか、もういわゆる先入観、こう先先入観で固まってない方々、いわゆるこれって新しいね、何かが生まれるんじゃないかっていうようなセンスを持っている方々がこう一緒に組むことによって新しいものが創造されていくので、そういった意味では僕はすごく今回の話はですね、あのダンス界としても、やはり嬉しく新しいと思ってますので、僕ができることは最大限やりたいなと思ってますので、はい、はい、今日本当に楽しい話ありがとうございました。とっても勉強になりました。ありがとうございました。本日のゲスト、カリスマ勘太郎さんでした。ありがとうございました。